ご覧いただいているのは1980年代のテレビの企画で志村けん氏がライト前ヒットと宇宙観を破るヒットを放っている映像になる。この志村氏のライト前ヒットのスイングを見ると、志村氏はあの落合博満氏も推奨しているピッチと呼ばれるグリップを一度下げてから上げる高度な技術を駆使しているのがわかる。また志村氏は上半身をギリギリまで開かずに力を貯めているので、逆方向へも力強い打球を打てている。なので志村氏のバッティングセンスは相当なものだと思われる。そしてこれは志村氏が宇宙観を破るヒットを放っている映像になるが、志村氏はボールをかなり自分の方まで呼び込んで打っているので、広角打法のバッターだったことがわかる。また志村氏はスイング中もスイング後も体がぶれず安定したスイングをしているので、フィジカルが強く運動神経が良かったのかもしれない。いずれにせよ一つ言えることは、志村氏はかなりいいバッターだったようだ。